はい、どうも、シェカです。今日はですね、アウト縛りが解放して急上昇中の、注目119期のルーキー、そちらから船検をしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、今日やりたいレースはこちら、桐生の10レース、今展示がですね、前付けがある試合になります。はい、今回ピックアップしたいのは2号艇ですね、2号艇の黒の選手になっております。ただですね、ここ3コースの石川選手、はい、あの6コースの吉川選手がいまして、前付けがありました。6号艇の吉川選手は前付けというよりもピットが良かったみたいですけれども、はい、並びがね、面白いです。前付けの試合はね、僕大好物なんでね、はい、さあどうなるかという形ですね。石川選手、3号艇の石川選手は2コースに入りまして、ちょっとイン乗りももしかしたら考えられなくはない、前付けでしたね。はい、 F かなということで、予想していきましょう。はい、それでは予想していきましょう。そしてですね、アウト縛り解放して上昇中のルーキー119期のこちら黒野元基選手、119期といえば有名な選手で言えば実森選手や土屋みなみ選手と同期になります。2018年の成績なんですけれども、244走して1着29回、まあ、11%、 3連打率 47.5% で優出2回してます。119期の中ではナンバーワンの連打率になっております。以前の動画で水準船券やっております、こちらになってます。初優出、初優勝を目指した水準船券やっておりますので、概要欄にも貼っておきますので、バックナンバー見ていただきたいんですけれども、特徴としてですね、ポイントなんですけども、内側を走り始めてから成績が良くなった。まあこれは当たり前なんですけれども、内側結構うまいんですよね。インの勝率がですね、18回走って9回1着、まあ 50% ですね。3連対率 86%。これはですね、結構成績いい方です。特徴をもう一つ挙げるとしたら、スタートムラがないっていうところです。ということで、前付けがある試合なんですけれども、こういう買い目にしてみました。はい、並びがですね、 1326-45 という形になっておりました。石川選手が2コース、もしかしたらイン取りもあるかもしれないんですけれども、ここはですね、イン逃げ一応信頼という形で 1-2-3-4、 黒野選手のまくり出しの目の 2-1、 黒野選手まくり切りの2-6、まくった時ちょっと失敗したなっていう感じの場合は4-2着付けにしてみました。黒野選手は自在系の選手というふうに僕は感じるので、まあ、まくりまくり差しのどちらの目も買いました。失敗する場合もありますので、その場合は4、5コースにいる4号艇の選手だと思っておりますので、そちらがまくり差しで入ってくるという目。石川選手の2コース戦なんですけれども、1着24%、そして今回黒野選手のアドバンテージとしてはですね、あのモーターかなり出てるというのもあります。初日も5コースからまくり出して1着取っておりましたし、かなり出足がいいモーターでもあるので、足があるかなと思っております。ただいまのオッズは、まあ、うちの3艇で売れているという形ですね。現時では吉川選手の雰囲気も僕は悪くはないと思いましたので、黒野選手がまくった時は差し回りになる4コースの吉川選手の差し、アウト縛りのルーキーの選手は内側あまり上手くないというのが大体の選手ではあるんですけれども、スタートにムラがないというのが特徴的にあるので、その辺が出たらなと思っております。それではレースの方見ていきましょう。さあ、レースが始まります。今日は前付けありますので、はい、僕が大好きな前付けがありますので、ここから見ていきましょう。はい、吉川選手はピットが良かったのかなっていう感じでしたね。なのでどうなるか、まあ、石川選手はまあ行くと思います。2コースぐらいのね、はい、石川選手は2コースだと 24% の1着率。インコースだとですね、あ、これ結構いくな。あ、吉川選手も行ったね。これイン取りだ。やばい。石川選手がですね、イン取りするとですね、インの勝率 60% に跳ね上がるというね。あ、黒野選手も付き合いましたね。全スローだな。あー、そうなるとな、4と5は分かんないですけど、黒
クロ選手も付き合いますね。通常やっぱ新人の選手だと あんまり前に付されると嫌いで外行く方多いんですけど、まあ嫌いじゃないんですかね。まあ素性がいいので、まあ、内側の方がいいんでしょう。はい、まあ、こうなってくるともう本当内3手4手で決まっちゃうという形なんで、どうでしょうね。3逃げ短期騙しを選択、五皇帝の金田大輔もう勝ってませんしね。はい、スロースイキは31246短期騙し五皇帝の金田大輔、もうスタート勝負だと思います。まあモーター的にはそんなに差がないんですよ。はい、そこの辺が中盤戦の好カード、どうでしょうね。それだと石川選手なんですよね。ちょうどごめんばーは言い訳がましい。いやいや入ったアタックの起こしというところで、これだからね、前打ちは面白いですよ。進入が乱れるというところね。予選特徴競争第10レース、僕たちというか僕ですね、荒れるレース選んでる僕に対して、ね、インコースからこういう試合があった方が3番、1番、2番、4番、6番、5番の体型が出てる、ね、スタートいたしました。うん、いいよ。このまくり体勢いきそうですけどね。若干に構成僕形大きなされません。一周一マーク、よし、いいよ、これ差し、さらに6号艇、さらに5号艇、4号艇接近、バックストレッチ向こう上面でありますが、ここは一層仕切って3号艇の石川慎司、先に回りましたね。付け前観光1号艇の中村、その後でありますが3艇固まっていますが、石川選手逃げられた。偶数号艇4番2番6番、内調整で5号艇の接近、向こう上面からリマーク、スタートのは前提成長です。3号艇が先回体制、内側から1号艇差しのハンドル、さあ3号艇1号艇、その差わずか2点進ハンドルになっていますが、その後は3艇村が来まして2号艇のフロー単独の3番手です。3番1番2番の体制、後方勝っては6号艇が単独の4番手、5番手争いというのは5号艇金田、4号艇の方が競り合う形になっています。で、プロの選手は結構前速雑誌もやるし、トップと2番手の定冠、現在は2点進ほどとなっております。普通に前速で行くこともありますし、その下4点進ありました。単独3番手、2号艇のクロス、後方向かっては6番、4番、5番という体勢です。3、1、2の体勢、後方向、4個の体勢でありますが、再びトップ争いが接戦でありますが、ここでちょっと1号艇は引き合い回って逆に定冠が来ました。3番、1番、2番体制、レースはこれから最終周回です。陰性を仕切って3号艇の石川慎司、まあ前速でもスタート遅れなかったですし、前はちょっとできなかったですね。まあ2号艇が握っていったんで、5号艇の金田という体勢、まあ、がちょっと3番、1番、2番の体勢固まってバックストレッチ向こう上面直線コースに上位3艇が入っていきます。2連単の3、1の組み合わせ 4.8 倍、3連単、3、1、ここは黒選手まだ B1 選手っていうのもあります。はい、ここが美味しいポイント。A2、A1、まあ、A1 はちょっとあれなんですけども、まあ、結構こうベテランの選手の B1 選手だったり、まあ、A2 選手だったり紛れてる場合は本当に狙いどころだと思いますので、まあ、初日なんかにやってみるといいかなと思います。はい、その後2着1号艇中村ゴーリン、3着2号艇の中村ゴーリン、6号艇の吉川は4着後ろ、はい、3、1、2でした。残念でしたね。石川選手のピットでイン取られちゃいました。なのでね、ちょっともうまくり場がなかったですけど、312,500円でした。はい、インを走り始めてから急上昇している選手でもありますし、まだ B1 表示です。青田貝選手狙い時だと思います。ということで、今回船券残念でしたけども、次のシリーズ船券でお楽しみください。それではシュガーでした。さあ今日も始まりました、前付けの西島くん、ただいま4連敗中です。はい、今日は5コースの西島選手、先ほど2コースまで前付けしておりました。はい、これね、インコースの長谷川選手が入れるか入れないか、記録的には入れる可能性もなくはないので、そこがどう出るかというところですけれども、いっちゃってください。ゆるいな、ゆるいな、ゆるいぞ。はい、ということで、回目はこんな感じにしてみました。はい、2、3、3、4、2、4、4、2です、すいません。はい、で2着はですね、それぞれ折り返しという形の前通りですね、いつもの感じです。あとですね、2、4の1、6だけ、300円という形で別で買いました。はい、ここ長谷川選手、コメントに書いてあったことがちょっと衝撃だったんですけども、握っては回れない船足、小回りなら回れるということなので、まくられそうになった場合はもう握らないかなということを考えた上で、もうまくり目、すべてまくり目で買いました。はい、2まくり、3まくり、4まくりという形
形ですね。はい、さあここはですね、記録的には4コースの小池選手、あ4号艇の小池選手が一番出てるんですけれども、ほとんど1着を取ってない A2 選手なんですよね。2コース 3コースもね、まくりとかで勝ったことがないというところがちょっとネックになってくるんですけれども、その辺ねどう出るか。三島選手が遅れればこれ3いったな、2もいってる、よし、これは安定の2かな、よし OK、 4来た方がいいよ。あっ6来い、ある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 、246あるよ、26、よし来た、300円いってます。これあのどっちも24なら6の方がいいで、6の方が足いいんですよ。ただ衝撃です、6号艇の選手、半年間というか去年3着連帯ゼロなんですよ。来ちゃいました、これ特大ですよ、これ多分かなりドマンシュだと思います。頼む6来い、来た、やったこれ、やったよ、これはこれはいきましたよ、これはいきましたよ。ちょっといくらつくかちょっと謎ですけど、連帯半年間ゼロ、そこがあーこれマジで1来ないでくれ、どっちでもいいんですけど全然オッズが違う。2万は言ってます、はい、とりあえず長谷川選手ね握って回れないっていう話なんで、やばいぞー、やばい、頼む頼む、頑張ってくれ、いや無理だ、これは無理だな、新人の選手でここは抜けない、あーきっちり抜けないだろうな、いや無理だな、当たったのは当たったけど、いやーつれーこれ。はい、241でした、つらい、だいぶ違ったのに、どうなんだろう、オッズ。なんか満州行ってなかったような気がしたけどな。はい、6が来てたらマジで3万ぐらい見えてましたからね、買った時は。あー、痛い。オッズはどうだ？あ、6960円。はい、見事的中しました、28,800 円になったんですけど、西島チャレンジ成功したんですけど、あれ、ほんと来てたらやばい。ちょっと見てみましょうか。ちょっとね、オフィシャルサイトの、あんま見たくないですけど、オッズを見てみましょう。はい。2,4,3! 見なきゃよかった。449倍。当たってるので、まあいいとしましょう。ということで、また次回もお楽しみください。